椿三四郎は、日本の俳優である。本名、増松太郎別芸名、津島圭一郎。1907年1月3日、東京府東京市日本橋区のうち、後の江戸橋地域に生まれる。1924年3月、東京、神田西区町の旧姓、金城商業学校を卒業し、西菅母町の国際活営に入社する。しかしながら、 当時の国かは、経営が悪く、減産体制となっており、翌1925年には、同社は倒産。椿は、同年12月、兵庫県西宮市公用園にある、東亜木根間公用撮影所に移籍する。同撮影所では助演であったが、同撮影所が閉鎖され、1928年、京都、当時院の京都撮影所に移動になってからようやく、認められ、影楽の歌、 町の狼等に主演して、主演俳優としての地位を獲得、同社が崩壊する1931年10月まで、主演映画への出演は続いた。高村正次が、当時撮影所に設立した大衆文芸映画社に移籍し、1932年には日本の映画に出演していることがわかっている。同社も間もなく解散し、同年11月、高村が、 東和キネマを買収してオムロ撮影所に設立した宝塚キネマ工業に移籍した。同社でも主演作が続いたが、同社もまた、1934年2月、解散した。オムロ撮影所は、同年9月に、田中一介が、エトナ映画社の制作拠点として使用することになり、ここでも数本に出演したが、翌1935年4月には、同社もまた解散した。 牧野正宏が同年末に新しく開いたトーキーのための撮影所牧野トーキー製作所に入社。1936年1月19日に公開された、久保溜美義監督の、浪人天国が記録の上では、最初の出演作である。同社では、完全に脇役に回る。同社は1937年4月末には、解散しており、 葉山淳之介や大内ひろら大半の俳優は、新興キネマ、京都撮影所に遺跡、牧野正弘、沢村国太郎、三岡龍三郎、あるいは、第二記入者の水原洋一、田村国夫、段と熊路、志村隆大倉千代子、大内照子、大久保清子らは、日活京都撮影所に遺跡していくことになり、椿も日活京都に合流した。 遺跡先の日活でも脇役を続けたが、1937年末に退社している。その後、東京に戻り、かつて国活があったのと同じ西菅母町に撮影所を構える大都映画に入社。1940年1月5日に公開された、八代武史監督の踊る階段時に、津島慶一郎となお、改めて出演した。同社では再び、 主演俳優の地位を獲得することができた。1942年1月27日、戦時統合によって大映画設立され、大と映画は合併して撮影所は閉鎖されたが、津島は同社に継続入社する。津島は京都に戻り、津島慶一郎の名のまま、第二次世界大戦の終戦以降も同社で出演を続けた。1947年、東横映画が、 大英第二撮影所での制作を開始、津島は東横に遺跡、なお、椿三四郎に戻した。京都の地で、高村正嗣の新興映画、宝プロダクション、松竹京都撮影所、東映京都撮影所、あるいは、宝塚の宝塚映画制作所で、満49歳を迎える1956年まで、脇役での出演を続けた。この頃映画界を引退し、 以降の消息は不明である。没年不詳。すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。すべて制作は、 東亜キネマ公用撮影所、配給は東亜キネマである。特筆以外すべて制作は東亜キネマ、京都撮影所、配給は東亜キネマである。特筆以外すべて制作、配給は宝塚キネマ工業である。初期の特筆以外すべて制作、配給は牧野陶器製作所である。すべて制作は日活京都撮影所、配給は日活である。 すべて制作、配給は、大と映画、すべて、津島圭一郎名義である。特筆以外すべて制作は、大影響と撮影所配給は、映画配給者である。すべて、津島圭一郎名義である。特筆以外すべて制作は、東横映画、配給は、東京映画配給である。すべて、椿三四郎名義である。特筆以外すべて制作は、 宝塚映画製作所、配給は、東宝である、すべて、椿三四郎名義である、津島圭一郎に関するカテゴリー、ありがとうございます。